こんにちは、まーです、オクトパストラベラー大陸の覇者やっていきたいと思います。で、まあ、だいぶねスローリーなペースでね申し訳ないんですけど、今日はですね、このね赤いルビーっていうのかな、が溜まったので、初めてこの聖火の導きで10連していきたいなと思います。まあ確率変わらないんですけど、あとねこのもらった、旅人の聖動員っていうのかな、これもあるので、これプラスこっちの10の導き引いていきたいなと思います。じゃあ行きますか。まずね、いやー星5出ないかな、かぶりはやめてほしいね。なんかちょっと重いんだよな、なんかこのゲーム。一応ね演出もあるらしいんだよね、星5の。はい、4。一応ニューですね。私はアズライト、相応の報酬がなければ動くつもりはない。待て、お前は見るからに厄介事を引き寄せそうだ。手を貸してやろう。厄介事と儲け話は紙一重だからね。ありがとうございます。ではもう2回目いきます。なんかヒーラーのね強いの欲しいなと思って、ガチャでねゲットしなきゃいけないからね、このゲームは。演出どんなんだったかな、なんかふわーってなるのかな語彙力よ、ふわーって。ああ、聖火のお導きがありますように。お、かぶるとクラスアップなんだ。ありがたい。上限突破。手に入れた銅石を、銅石でいいのかな、使えばレベル上限を突破することができる。あ、いろんな方法でトラベラーストーリー討伐依頼。そうなんだ。了解です。やったぜ。今のね、読んだから嬉しいね。いきます。3回目。どういう演出で来るのかな。もっとなんかカラフルみたいになったりするのかな。あ、初ですね。薬師で斧か、いいですね。斧あんまいなかったんじゃないかな。あの、こんにちは。私はリタと言います。この通り、旅の薬師なのですが、実は道に迷ってしまって、ついて行ってもいいですか？かわいい。リタっていなかったっけ、スイッチ版に。気のせい？なんか名前、いやわかんないな、ちょっと自信ないななんかそんな名前いなかったかなと思って。いつかさ、スイッチのオクトパストラベラーとさコラボとかしそうだよね。さて、いい仕事はあるんだろうね。でも狩人は強いよね、結構ね。なんだい、人手が欲しいのかい。そりゃ好都合だ。私は狩人、カミラさ。ちょうど仕事を探してたんだ。ついでにガキどもの遊び相手も探してって。いや、冗談だ。よろしく頼むよ。はい、ありがとうございます。次ラストかな。いやーこれは意外と出ないのかな。いやまあそもそも星5があんま出ないんだろうけど、この聖動員みたいなやつはあれかな、低いのかな。うわ3か。
私の魅力を磨かないとね。ニューだけど3か、まあ、できればね4以上、まあ3でも使える人は使えるだろうけど。私はユニス、王立学院の学者よ。絵画を中心に芸術の歴史を学んだの。いい絵画にはね、作者の人生が現れるの。絵を見ればその方の人柄が一目でわかる。あなたとの旅の中でも素晴らしい絵と出会えたら嬉しいわ。はい、ということでね、聖堂院みたいのは引き終わっちゃったので、いやー、ラスト10連なんか大丈夫かな不安でしかないけど、引いてこうかなと思います。いきますか。あ、ちょっと待って、そっか、4も5も確率一緒なんだね。いきます、頼むよ。演出は、普通だね。え、どんな感じで出てくるんだろう。ポンポンポンって。おお、でも強そう。誰かに助けられる価値などない。いいですね、盗賊好きです。あ、参加。すごい進化になってみんなを楽させてやるんだ。ちょっと声がいまいちですね。あー、弱そう弱そう。早く一人前の踊り子になるんだ。おお、持ってるわ。憧れる。ただの盗賊だ。見た目でなんかわかるね。はい、あれ、クラスアップはしないんだ。おお、いいですね。そっか、何回かかぶんないとクラスアップみたいなのしないのかな。みんなを楽させてやるんだ。かぶっていくね。お、初4。あー、かぶった。魔物の気配を探りたいのか。え、なんで、うわー、何連目だよ今。終わりか。あ、終わっちゃったの。いやー、まあでも一応4が1,2,3,4,5 かな、かぶり入れて。まあ収穫はあったけどね、全然なんかあれだね、回復系が出てこないね。何の落ちぶれた盗賊と関わるつもり。笑い物にされるぞ。ジベタのクラス、俺の呼び名だ。ブザマ。ジベタのクレス、つけた人ネーミングセンスいいね。ああ神様、この哀れでかわいそうな神官を救ってください。え、あんたもしかして俺の悩み聞いてくれるのか。やった、これも神様のお導きだ。俺は神官のテリー、よろしくな。こんな神官嫌じゃねバカそうだし。あのさ、かっこよく踊るにはどうしたらいいんだろう。僕踊り子なんだけど、なかなかうまく踊れなくて。僕はハリー、相談に乗ってくれる。かわいい感じの男の子なんですね。この辺りには魔物の気配はないようだ。ああ、俺は狩人のアシラ。それで仕事の依頼か。引き受けるさ、相手が魔物なら。この人かっこいいな、なんかアシラ。私はシェルディ、薬師です。多くの患者を見てきたのですが、なぜか患者でもない、特に殿方からつきまとわれてしまい困っておりました。あなたみたいな方なら安心ですわ。旅にご一緒させてください。殿方、
この人もいいね。おお、上がった。あざす。はい、ということでね、なんかこう、ちょっと残念な、あ、何これ、ああ、達成報酬ね。残念な結果でしたけども、まあ、そして、10連だからってね、確率が変わるわけじゃないので、ちょこちょこ引いていくのがいいのかなとも思いますね。はい、ということで、皆さんはね、最近ガチャ引きましたかね。もしね、引いてたら、結果の方をね、教えてもらえると嬉しいです。はい、ということで、よければですね、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。